男性目線で乙女ゲームを攻略解説するスタンドマイヒーローズスタマイのゲーム実況配信を今日もやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンバトリをテーマにした作品で、主人公の名前はクソガキユイ、クソガッキーと名付けております。今回はメインストーリーではなく、こちらの期間限定イベントミッドナイトブルーをまとっての復刻版をお送りしましょう。それでは早速ご覧ください。どうぞ。元町観光の中心であるショッピングストリートは明かりがつくのも消えるのも早い。まだ日付が変わる前なのにどのお店も閉まってる。私は一人閑散とした街並みの石畳を歩いている。そういえば今日がホワイトデーだったっけ。今回はホワイトデーイベントをお届けしましょう。すっかり忘れてたな。不思議と暗い感情は何も浮かばなくて、足取りは軽く、むしろ爽快なくらいだ。さあそんな展開ですが、空を見上げると濃紺の空にいくつかの星がまばらに輝いている。まあ冬の空だからね、まあ星空も綺麗でしょう。あの色がミッドナイトブルーかな。ん？足音が聞こえますね。誰でしょうか。ふと人気のない通りに自分とは違う足音が響く。あ、通りの先に視線を向けると彼の姿が目に入った。誰でしょう。なんとなくですけど会えるような気がしていました。ホワイトデーの夜に約束していた人がいるんでしょうか。でも会えるような気がしてただから約束ではなさそうだね。そこに待っていたのは、気になる導入の場面ではありましたが、あと1ヶ月もないなんて信じられないみたいな話から始まっているので、まああのシーンは少し未来の話で、今回想シーンに入ってるんでしょうね。ここの操作企画家というのはマトリの本拠地になります。たった数週間で年度末なんて信じたくない。本当にそうだよね。お待たせしました。先の事件の報告書を修正しました。ありがとう。早い修正で助かるよ。続けて悪いが年度末資料の作成を頼めるか。はい、もちろんです。私が頼まれるとしたら、押収した薬剤の年間リストか担当案件の取りまとめか。それがクソガキが関わった案件をまとめた年間報告書とか、全体で押収した薬剤の年間リストなんだが、両方かよ。両方だったな。できれば今週中に頼みたいんだが、難しい場合は遠慮なく言ってくれ。ああ、まあこの辺は優しく言ってくれてますけどね。いえ大丈夫です。お、強気。任せてもらったのは嬉しいし、なんとかするしかない。ああ、ちゃんとサラリーマンしてますね。夏目、頼んどいた供述調書はできてるか。あ、ちょうど今印刷かけてるところなんで。あの、もしかしてそれ終わったら光太郎さんの定量分析手伝えって話になります。雑誌が良くて助かるな。夏目の試薬検査は丁寧でいいって光太郎も褒めてたぞ。その通りだ。このまま薬剤の分析を一手に引き受けてもらえれば、俺はクソガキの研究に集中できる。年度末で忙しくても光太郎さんは欲求に忠実ですよね。まあ、逆にそれがモチベーションになってるんじゃないの。俺は常にクソガキの研究を進めるための自由を勝ち取っているだけだぞ。まあ、このユイ君っていうキャラクターはね、主人公をね、あの DNA に惚れ込んでるっていうキャラクターでして、まあ、好きあらばどうにか研究してやろうみたいなことをね思ってるキャラクターなんですけどね。なるほどな。自由主義じゃなくてクソガキの研究絶対主義ってわけか。なるほどなじゃないと思うけどね。よかったねユイちゃん、光太郎さんに対してだけは絶対旺盛いけるんじゃない。進化がユイさんだけって。寝首をかかれる気しかしないんだけど、うまい返しをするね。失礼。俺はクソガキが寝ていても検体採取のためにしか手を出さない紳士的な男だぞ。これが紳士かどうかはよくわかんないけどね。手出してるじゃないですか確か。年度末が忙しいのはいつものことですが、大きな事件が動いていない分余裕がありますね。そうだな。精神的にも肉体的にもある程度余裕を持って業務に努めるのは良いことだ。まあそうだね、こういうバランスは大事だよね。ただ関さん、人員派遣の要請が来ていてね。何でしょう。そう、この時は忙しくとも平和な日々だったのだ。あー、まあ確かにね、忙しいって言っても段取りが見えてるうちはまだね余裕があるってことか。
忙しくとも目の前に仕事があり、手順が分かり進め方も分かっているけれど、平穏無事な時間は長く続かないもので、ホワイトデーお返し、女性から。ホワイトデーお返し、必要か。ホワイトデーお返し、ちょっとしたおしゃれなもの。あーなるほど、検索してるのか。わからない。風邪をひいてしまったバレンタインにサプライズでパーティーをしてもらってから1ヶ月弱。あ、このストーリーはこのチャンネルの動画でも再生リストで残してありますので、まあ、もしよかったらそちらご覧ください。一応バレンタインの1週間後に簡易的なお返しはしたけど、さらに何かした方がいいのかな。あれ、ゆいちゃん、お昼買いに行かなかったの。あ、な、夏目くんこそ珍しいね。今王子さんとランチに行ったのかと。ああ、業務に余裕出てきたのにランチ誘ってもゆいちゃんが乗らないなんて珍しいから、何かコソコソする必要がある調べ物でもあるのかなって思って。察しがいいね今日は。鋭い。あのさ、夏目くんや先輩方というか仕事上でよく関わる人たちって、皆さんお金で買える欲しいものは大体すぐ買える状態だよね。まあみんな独身のメンズだからその辺は困ってなさそうだよね。うん、まあね。そういう人にプレゼントをしなくちゃいけないとしたら、夏目くんの場合何を買うのかなとか、こんな言い方したら察しされちゃうんじゃないかなって思うけどね。っていうかサプライズのお返しに悩んでるんでしょ。ほらもうさすがにバレるんでしょ今のは。なんでそれを。普通に見てたらわかるって。そもそもしなきゃいけないみたいな義務感でやるものじゃなくない。そうだね、まあもらう側も申し訳ない気持ちになっちゃうしね。耳が痛いね。やりたいならやるべきだし、ゆいちゃんの好きにしたらいいんじゃないの。うん、そうだと思うよ。気持ち次第でしょこういうのは。その通りです。あのさ、真面目に反省しなくていいから、自由に決めたらいいんじゃないって話。自由、自由か。そう言われると難しいな。まあ確かにある程度の取り決めがあるから物事考えやすかったりするけどね、いざ自由って野放しにされると逆に難しかったりするよね。それじゃあ俺が決めてあげる。マトリちゃん、ホワイトデーは忘れんさい。今年の3月14日の予定はとっくに抑えたからね。何でしょう、仕事の用事かな。はい、悩むの終わり。はっ、服部さん、いや今回のホワイトデーもすでに波乱の予感がしますね。どういうことですか、3月14日の予定が抑えられてるって。うん、14日は朝から晩までマトリちゃんの身柄を拘束するってことだね。いや、聞きたいのはその理由でですね。あのさ、ユイのホワイトデーは両家のご令嬢として過ごすんだって。すっげえよくない。よくない、全く状況がわからない。勝手に話進めないで。ね、菅野くんまで来るってまた合同捜査。そうだね、この二人は警視庁のメンバーだからね。それともスタンド関係の事件。まあ、スタンドってのは未解決事件の調査メンバーで、まあ、警視庁とかマトリとかの枠を超えた調査メンバーですね。またまた、ユイは両家のご令嬢として過ごすって言ったじゃん。いやいや、ご令嬢として過ごせる場所なんで。それがあるんだって。しかも横浜山手の由緒正しき洋館に。横浜山手。うん、政財界の用人が何十人も集まるホームパーティーを家でやるレベルの豪邸らしいよ。ふん、楽しみだねマトリちゃん。それってもしかしなくても潜入捜査とかそういう類の話ですよね。あれ、まあ、おやまあ、夢がないね。あっさり騙されてくれてたらいろいろと楽だったのに。騙されませんよ。どうも。服部さん、もういらっしゃってたんですね。ああ。課長くん、勝手にお邪魔させてもらってますよっと。関さん、やっぱりこれって捜査協力の？ああ。捜査一課の担当だった事件を服部さんがスタンド案件にしたと聞いている。今なら事件が少し落ち着いているからね。クソガキをこの案件に加える許可を取ってきたんだ。マトリちゃん、お嬢様なってみる。お嬢様がなんとかって話はちょっと引っかかるけど、だいぶ引っかかるけどね。
スタンド案件の捜査に加えてもらえるのならば断る理由もない。はい、よろしくお願いします。うん、いい返事。それじゃ詳しいことは今夜話すから。わかりました。じゃあ課長くん、定時の後のマトリちゃん借りるね。ああ、残業ですね。ってことは、はい、了解です。こちらは問題ありません。よし、ならよかった。了解だけ取ってすぐ帰るって、確かに内容詳細話さないでずるい戦法を取ってきましたね。そんなにゆいちゃんを捜査メンバーに加えたかったの、服部さんって。もともとお散歩行くところだったし、ついでだったんじゃない。ついででここまで来る、しかも散歩がもともとっていうのもおかしいけどね。まあ予算だし、俺はゆいの反応を見たくてついてきた感じだから、それも許されちゃう。菅野くんも菅野くんだけどね。ってことで俺も失礼します。あのさ、警視庁に女性のデカはいくらでもいるでしょ。確かに。ね、その事件、そんなにゆいちゃんが必要だったの？確かに今のところスタンドとして大々的に動くって感じでもないし。そりゃゆいを使うのがベストだってヨウさんが判断したからだよ。それだけ。どう思う？どうってまさか嘘を言っているとは思わないけど、服部さんが私を選んだ理由何かあるんだろうな。まあ確かに適当ではないよね、多分彼の性格からすると。なあクソガキ、スタンドの操作自体はもちろん守秘義務があるし、全てを話す必要はない。だがマトリで何か力になれることがあればいつでも声をかけてくれ。まあ一応関さんはね、監査メンバーではあるけどスタンドのメンバーではないからね。まあマトリの上司ではあるけどっていう意味でこういう言い方してるんでしょう。何かありそうなんですか、今回のスタンド案件に。そうだな、俺の見込みが正しければクソガキにも近しい人物と対立する可能性がある。ある人物。しかしまだ確証のない話でね、勘違いだったらそれに越したことはないから。一体どんな事件なんだろう。まあ憶測であんまり喋りすぎないようにしてるっていう慎重路線が関さんからは感じられますね。そして仕事を終えて警視庁にやってきました。失礼します。お疲れ。いらっしゃい、ゆい。こっち座りなよ、俺の隣。あ、うん。なつき、はしゃぎすぎです。ここは家ではありません。泊まり込みしすぎて第二の家かと思ってました。皮肉。司さんだって私物のカップラーメンタワーにしてるじゃないですか。日々の血肉となるカップラーメンがないと業務効率が悪くなりますから。どこでもいいから座れ、話が始まらない。いや、了解です。服部さんはいらっしゃらないんですか？なあ、先に話を始めるよう言われています。俺が説明しましょう。お願いします。この3人が揃うってことは捜査一課としてかなり力を入れてるんだろうな。服部さんがスタンドの案件にしたって聞いたし、相当大きな事件なのかも。そうですね。まずあなたには横浜にある洋館に1泊2日滞在してもらいます。はい。館の当主はフランス人のベルナール氏、日仏で語学学校や輸入代理店を経営する資産家です。彼は毎年日本の学生を対象に洋館滞在プログラムを開催しており、あなたはそれに参加します。学生という設定で洋館に滞在するんですね。まあ若いからね。まあでもうまく溶け込むの結構、まあでも26か、まあそういう意味ではギリギリか。うまく学生ぶりましょう。ええ、地方休暇の令状という設定ですので絶対にボロが出ないようにしてください。マナーとかしっかりしないとね。承知しました。それで滞在中の役割は何なんだろう。情報収集、それとも薬物の探索？では説明は以上です。え、全然見えなかった。はい？うん、聞こえませんでしたか？以上です。質問があれば聞きますが、なければ帰ってよろしい。あ、残業時間が短く済んだのは嬉しいことだけど、何も見えないのは怖いよ、それはそれで。あ、それだけですか？
何か滞在中にこなす任務や収集する情報は、確かにこれだけで済むんだったらさっき来た時に服部さん話してくれてもよくないってなっちゃうもんね。そうそう、プログラムが終わったらヨウさんが話聞きたいってなあ。そのようですね。当主であるベルナール氏の動向や彼から受けた印象を報告してください。同行ということはそのベルナールさんの降格を取れってことですか？いいえ、もともとこのプログラム中彼は参加者と行動を共にする予定なので不要です。何か館内の探索などは？両家のご令嬢が洋館を勝手にうろつくと思いますか？思いませんが。はあ、拍子抜けって顔に書いてあるけど、フランスお貴族の末裔様に素性がバレないって大変なことだからね。いやー、確かにね、そういう意味ではテーブルマナーとか今のうち検索しといた方がいいかもしんないね。ただいま戻りましたっと。どう？盛り上がってる？いや、操作の話で盛り上がりようがないのでは。確かに場は温まってきたって感じですかね。そうなの？ヨウさん、ヨウさんの方は根回しもろもろうまくいきそうですか？ま、ぼちぼちだね。夏希、我々に報告するような根回しは根回しと言いませんよ。それに今はクソガキさんもいますから。私には言えない情報ってこと？そうせ。マタリちゃんにベルナール氏のプロフィールの説明して。はい。まったく、ほらさっきから何も喋らないせいでマトリちゃんが寂しそうだし。あ、私ですか？はあ、いちいちリアクション豊富だよなお前。ベルナール氏は日本とフランスを行き来していて、両方で多くの会社を経営している。語学学校の PR の一環で年に一度フランス式生活を体験できる滞在プログラムを行ってるらしい。もともとの血筋はフランス貴族の末裔で、日本とフランス双方の政財界にも精通、かなりガチな人ですよね。ベルナール氏のプロフィールは分かったんですが、私が令嬢になる必要はどこに？確かに彼の洋館滞在プログラムは人気ですからね。旧家の各種これを使って参加枠に滑り込みました。なるほど。ベルナール氏に対して皆さんは接触しないんですか？プログラムの最後に地元の要人も集まる大規模なパーティーがあるから、そこには行く予定。あくまで代議士の護衛というポジションですから、大っぴらに捜査はできませんが。本来横浜は神奈川県警の縄張りだから、好き勝手にやるわけにもいかないし。あー、そっかそっか、警視庁のメンバーだもんね。で、それで警察官じゃないマトリちゃんに出番が回ってきたんだよね。あー、そっかそっか、そもそも神奈川県は管轄じゃないから、まあこのスタンドの案件として扱うことによって神奈川の案件を扱えるようにしたっていうね、流れか。事情は分かりました。ちなみにベルナール氏はどのような事件に関わって？だからこっちが必要なのはマトリちゃんの素直なターゲットに関する感想以上。確かにね、まあその情報を集めて判断するのは上の仕事ってことね。承知しました。ああ、この案件は他のスタンドメンバーにも他言無用。もちろん渡辺くんにもね。渡辺くん、え？お疲れ。お疲れ様。今日が締め切りの書類はなかっただろう。このまま直帰してくれ。ああ、これは関さんからの電話かな。すいません、ありがとうございます。大丈夫か？服部さんから潜入捜査の日以外は通常の業務を続けられると聞いてはいるけれど、もしクソガキの判断で厳しそうな場合はいつでも相談してくれ。優しい上司だね。あ、いえ、お気遣いなく。明日からまた頑張ります。そうか、ならいいが、くれぐれも無理はしないでくれ。声に何か出ちゃってたかな。そうか、関さんにもこの情報の詳細は話しちゃいけないってことね。
情報が全て与えられないのは珍しいことじゃないんだけど、事件の概要さえもわからないのは初めてで、どこかモヤモヤしてしまう。って落ち込んでる暇があったら、どう霊場になりきるか考えないと。そもそも滞在プログラムに参加するならフランスの知識もある程度ないと変だよね。確かにフランスといえばどう考えても渡部さんというか他に知り合いもいないんだけど。なるほどね。ああこの案件は他のスタンドメンバーにも頼むよ。もちろん渡辺くんにもね。スタンドとして協力を要請すれば強力な助っ人になりそうなのに、この渡辺っていうのは渡辺さんのことをきっと指してるんでしょうね。わ、風が強い。風に目をつむるけれど、真冬の指先が凍るような寒さはもうない。そういえば春一番がそろそろ吹いたとか吹かないとか。まあ確かにね、渡辺さんだったらね、外交官だからそのフランスの話とかも聞きたかったけどね。うん、あ、噂をすれば夜道にこんな美女が一人なんて危ないな。よろしければ駅までご一緒しませんか。ね、いやー、ダンディーでかっこいいね今日の登場も。まあ男性としてはね、渡部さんのような年の取り方をしたいって思っちゃいますけどね。ここにいるってことはもしかして捜査一課からの帰り道。はい、渡部さんも帰り道ですか。いや、俺は外務省に戻るところ。うわ、まだまだ働くんだ、大変だね。外出の予定がちょっと押してね。でもここでゆいちゃんと会えた偶然に感謝すべきかな。恐縮です。本当にすごい偶然ですね。噂をすれば影ってこういうことか。さては何か悩んでる。え、あ、もしかして図星ついちゃったか。 いやそのもちろん生きていく限り悩みは尽きないとは思いますが。落ち着いて、無理に話させたりしないから。すいません。あ、俺のことは通りすがりのおじさんだと思ってよ。実際そうだし。実際違いますって。そうそう、そのツッコミが癖になるんだよね。いや、普通に返しただけですから。それは失礼。いつもと同じ様子でゆるく微笑む渡部さんに固まった心がほぐれてゆく。ちょっと自分の実力不足で知りたいことが教えてもらえなかったんです。あ、もちろん仕事なので全部が全部教えられなくても当然なんですが、不甲斐ないなと。実力不足でっていうのは面と向かって相手に言われたの。いえ、ただおそらくそういうことじゃないのかなと思っています。ああ、こういうのは思い違いがありそうだよね。憶測で悩む必要性はない気はします。確かに、いくら素直な感想が欲しいと言っても、潜入の理由が分かる方がポイント、分かる方がポイントも絞れるし。そっか、なるほどね。俺は相手が誰かも思惑も知らないけど、何も知らない方が自由だからいいんじゃない。何も知らない方が自由じゃないっていうのは確かにそれはそれでありかもしれないね。変に縛らない方がいい仕事ができるっていう風に、まあ上が判断したっていうね、考え方もありますから。自由ですか。そうだね。そう、俺もゆいちゃんも何か知っちゃうとどうしても先入観や固定観念が生まれるでしょ。もしかしたらその人はゆいちゃんの素の部分を信用してるんじゃない。ああ、本当にいい言い方をしますね。服部さんが私の素を、だから余計な情報を入れずに純粋なゆいちゃんの判断が聞きたかったのかもしれない。俺の勝手な想像だけどね。まあ確かにね、こっちがあんまり指示をしすぎるとあくまで自分の人形みたいな扱いになってしまうから、それこそその人材の良さを生かせなくなってくるからね。そういう意味では素を信用してくれるっていう風に捉えればすごくポジティブな捉え方になりますね。そうか、そういう捉え方もあるんですね。いや、ほんといい先輩って感じですね。服部さんのことだから全く同じように考えているとはなかなか思えないけど、まあでも服部さんなりの思惑がありそうっていう意味ではかすってはいそうだよね。ありがとうございます。少し気持ちが楽になった気がします。よかった。え、俺はゆいちゃんの
笑顔にできたのなら、それが何よりだから。後ろ手にしていた腕を前にして、ずっと握っていたものが差し出される。それは、白いバラの花束。この偶然の出会いに感謝ってことで、プレゼントさせて。なんで持ってるのこんなの。え？美女を手ぶらで帰らせるわけにはいかないでしょ。こんな人なかなかいないですよ。完璧すぎるよ。そんな、渡部さんがどなたからいただいたものじゃ？いや、久しぶりに会った友人だけど、俺に花はもったいないってことだったら美女に渡せって言われたんだ。外交官だから、そのなんか相手も外国の方だったりしたのかな。なんかそういうなんかちょっと洋風な紳士感のあふれるなんかやりとりですもんね、こういうの。そんなことを。そうそう、彼はロマンスが大好きなフランス人の端くれだからね。やっぱりフランス人でした。少し早いけど、ホワイトデーの贈り物、残念だけど当日はゆいちゃんに会えなそうだよ。そこまで言われたら本当に受け取っちゃいますよ、私。うん、ぜひそうしてほしいかな。いい香り。君を笑顔にできる花は幸せ者だよね。おしゃれすぎるよ、一言一言がなんかもうパンチのラッシュがすぎる。花をくださったのは渡部さんですよ。いや、それでもね、なんとなくフランスに関係がある人は誰でも彼でもこうロマンチックなんだろうか。まあこれは偏見な気もしますけどね。まあでもそういう方は多いっていうのは確かかもしれませんね。無理して笑う必要はないけど、ゆいちゃんが笑顔だと俺は勝手に嬉しくなるから、そうやって笑顔でいられたらいいなと思ってるよ。ありがとうございます。自分なりに前向きに頑張ってみたいと思います。簡易的にコップに入れた白いバラたちはいつもの部屋を華やかな香りで彩ってくれた。そうだよね、理由は教えてもらえないにしろ、潜入捜査に選ばれたのは変わらないし、そう、選ばれたっていうことがやっぱり信用されてる一つの証ではありますよね。私は私のできることを精一杯。そう、与えられた役割っていうのをね、大切にすることも大事だよね。精一杯。手元にあるのは捜査一課から渡された潜入捜査用の偽装プロフィール。地方の旧家に生まれ、幼少期から礼儀作法を仕込まれ、某超お嬢様学校を卒業。この設定のご令嬢に私がなりきれると服部さんは思ったんだろうか。唯一の救いはフランス語はまだ初心者だと明記されているくらい。潜入捜査の日まであと2週間もないよね。勉強詰めだこれは。その中で見た目と立ち振る舞いを完璧にして相応の知識を身につけて、これは予想以上に厳しい日程かもしれない。確かに当日はね、事件のこと知らずにぼーっと過ごすとは言っても、そう過ごすためのなんだろう、前準備っていうのがめちゃめちゃ大変っていう意味でね、まあバレないようにするのも大変だよってのはそういうことだったんだね。ねえゆいちゃん、ちょっと遅いけどよければ今から外でお昼。ごめん、しばらくパスで。そんな余裕もないってことか。もしかして両家のご令嬢になる話。そういえば昨日聞いてたね。そっか、その話しちゃいけないとは言ってたけど、ちょっとね、菅野くんがこの現場で漏らしていたからこそその話は筒抜けになりそうだね。ま、隣で堂々と話されてたからね。でも見た目はお金さえ積めばプロに任せられるんだから、あとは振る舞いだけでしょ。そっか、服装はなんとかなるけど、まあ振る舞いだけ頑張れってことか。そのだけの比重がめちゃくちゃ重いんだよ。パーティーまで出なくちゃいけないし、どこでボロが出るか。でもさ、パーティーなんて適当に爆発踏めばなんとなくわかるでしょ。そういう感じ、結構費用かかりそうだね。適当に爆発を踏むシチュエーションが一向に訪れないんですが。ちょうど今夜ゆるいパーティー誘われてるんだけど、よかったら一緒行く？そっか、夏目くんもお金持ちそうだから、そういう意味では適任かもしれませんね。いいの？うん、むしろ人数を増やしてほしいって言われてるくらいだし、まあこういうパーティーでしかも女性を連れて行くとね、先方にも喜ばれたりってのはあるあるですしね。すっごくありがたい提案だけど、格好とか。別に気軽なやつだから
一旦家帰ってフォーマルなワンピースとかに着替えれば十分でしょ。フォーマルなワンピースっていうのもなんかまたハードル高いけどね。そうなんだ、そういう感じのパーティーなら参加させてもらおうかな。それでどこが気軽なパーティーだって。やっぱりね、夏目くんの基準で言う普通とさ、一般庶民で言う普通の価値観は絶対ずれると思ったんですよ。え、全然気軽じゃん。立食だし、略礼装の人ばっかりだし、略礼装の割には結構かっこいいけどな。これは多分気軽に対する基準が違う。っていうか夏目くんはきっちり清掃じゃない？それは学生時代お世話になった先輩の出版記念パーティーだから、一応俺は顔を立てとかないと。その知り合いなんだからさ、顔を立てないとダメなんじゃないの自分もってなっちゃうけどね。ああ、そういえば薬学研究本の出版記念って書いてあったね。そういえば夏目くんって大学ではどんな研究を。ああ、そういうの意外と知らないな。それじゃあ、じゃあ俺は挨拶してくるから。うわ、華麗にスルーされましたね。え、私は、あのさ、プライベートで君と来たならちゃんとエスコートするけど、今日仕事の予行演習なんでしょ。潜入捜査のパーティーで捜査一課と連携取れそうなの。ああ、今日研究者とか大学職員も多いから、慣れてる人の振る舞いがどう違うかすぐ分かるから。はあ、なるほど。ちゃんとでも夏目くんなりに考えがあってこの場を設けてくれた感じだね。だから自分なりに見てみたら。ありがとう、そうする。慣れてそうな人は一人でも堂々としてて、いろいろな人とどんどん喋って。なるほど、グラスを持ってても相手より低い位置にすると綺麗に見えるな。まあこれは日本文化と同様って感じですね。よし、私も試しに堂々と飲み物をもらってグラスを持ってみよう。シャンパンはいかがでしょうか。お一ついただきます。よし、ああいう感じでスマートに。すいません、私にもシャンパン。ああ、すいません、シャンパンを。おっと失礼。いやー、どうしてこうも行く先々でね、知り合いに遭遇するのでしょうっていうね、スタマイあるあるが登場したところで、今回はこの辺までにしておきましょう。このイベントおそらく3部構成で動画的にはお送りすることになるかと思います。今回はその3分の1ということでね、続きは次回にお楽しみにということにいたしましょう。こちらのチャンネルは男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説していくチャンネルでございます。まあもちろん僕がとやかく言わなくても、スタンドマイヒーローズスタマイは素晴らしいゲームなんですが、さらに男性目線で新しい価値を生み出すことができれば嬉しいなという思いで、実況配信をさせていただいております。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。